し。はい、皆さんおはようございます。12月6日火曜日の朝です。今朝は9時の時間指定で南区宇品東の現場に手積みに向かってます。普段はね、宇品に行くときは一本西側のあのダンバラのメイン通り通っていくんですけど、今日はちょっと朝日の方抜けていきましょうかね。たまには違ったコースで。はい、これ右手が広島大学病院です。南区霞になりますね。さあ大学病院を左折して、この信号の向こうが南区朝日ですね。朝日、あれですよ、今の大学病院はね、昔もう5、6年前かな、もっと前か、シカゴピザでバイトしよった頃によくあの広島大学病院は配達に行ってましたね。怖いんよね、あれ夜の病院に入っていくのがね。真っ暗ですからね、病室の中がね病棟が真っ暗で、なんか子供の声が聞こえるような気がしてね、めっちゃ怖かったんですけど。さあこの狭い路地を入っていきます。ここ右側100円パーキングになってるね。右後ろオーライ。さあこの辺りが朝日1丁目です。すごいね、小学生がたくさん登校してるんで気をつけましょう。よいしょ。久しぶりにこの辺走るな。ここは北王校ですね。北王校町、北王校町、はい、王校です。王校、大河と書いて王校。さあ時間調整しましょう。あと危ない、つまずいた。ここでつまずいた。この何センチぐらいある、これ15センチぐらいの段差でつまずいたわ。はい、おじいです、おじい子です。よいしょ。アクタス、もう いつもの風景ですよ。だいたい宇品の方朝から来てね、時間調整する言うたらここの鳩場公園で車止めてからやってますよ。住所的には宇品海岸3丁目になるんですね。宇品海岸3丁目。どうもおはようございます、おじい子です。よいしょ。今日はツリンチュがあんまりおらんかな。ここくりゃいつもね、チュリンチュがどうじゃこうじゃ言ってからね。チュリンチュって何や、チュリンチュって。ツリンチュね今日もカミカミ全開ですけど、あ、おるおる、ツリンチュがおるわよ。 OK。 おう、潮がすごいよ今日。これどうしよう、知らんけど、これもうすぐそこまで、もう手が届きそうなぐらいですよ。すぐそこまで潮が来てます。はい、いつものね、あれがどういう名前だったっけ、あれ、来島が止まってますね。思ったより寒くないかな。まあ今トラック乗っとってからね、体がぬくもっとるんであまり寒さを感じませんけど、いいとこでしょ、ここいつ来てもいいよね。波の音が、いいよね波の音って。うわすごい、ちょっとコーヒーでも買ってからトラックでゆっくりしよっかね。眩しい。あんまりね、折ったら体が冷えてしまうんで。よいしょ。なんか書いてある。この交差点はね、結構開墾トレーラーとかね
いろいろ大型トラックがね往来しますからね、ここの交差点立っとったら結構楽しいよ。はい、コーヒー買おう。何にしようかなと。まあ、あら、あ、そっか、ここあったかいのがちっちゃいのしかないよね今ね。130円しか持ってきてないんで、こっちで買おう。あったかい分ね、あの100円サイズのしかないんですよね。うん、微糖でいいや、適当に。はい、よいしょ。あ、かわいい、これワンピースの絵が描いてありますね。すごいすごい、何これ。なんか港町の絵かな、これは。ここが海で ね、この辺になんか商人とか漁師がいるんでしょうかね。あ、書いてあるね。まあ、読みたい方はここ一旦停止してから見てみてください。はい、こうやって英語でも書かれてますんで。まただいぶ時間がある。8時13分。もうこっから現場目と鼻の先なんでね、気をつけて。7時49分にここ入ったんで、まあ45分ぐらいには出んとね、駐車料金かかるんで、まあちょうどいいよね。あー寒い。今朝ね、面白い軽トラ見たんですよ。面白いっていうか、危ない軽トラ見ました。フラ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 してね、会社行くのにね、まあ家出てからすぐ目の前が道路なんですよ。狭い、離合ができるかできんかぐらいの、そこへ出ようと思ったら道路向かいの住宅街からも車が出てきて、軽トラが。で、まあ軽トラ先に行かしてあげたんですよね。ほんで僕はその後ろついて走り寄って、なんかね、フラ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 しょんですよ。で、なんでもないとこでブレーキ踏んだりしてね。で、まあちょっと下り坂になったんですけど、おかしいなと思って、なんかまあシートベルトしたり、あとなんかこの辺ごそごそ触りながら運転しょるんかなと思ったんですよ。そしたらなんかすごい右の方寄ってね、でも右の方寄ったんで、あ、止まるんかと思ったんですよ。そしたらまた走り出してね、なんなんこの軽トラと思って。で、ちょっとしたら右カーブ、こう右カーブになるときに、こっちの運転席側が見えたんですよ。そしたら腕出しとんですよ、腕を。窓全開で、クソ寒いのに。今朝4度でしたけど、そんな中窓全開で腕出しとるのが見えて、うわ、この人変わっとるなぁと思って、そう、目でも覚ましょんかと思って、で、まあもうちょっとついてきよったら、今度ね、左側にアパートがあるんですけど、そこの駐車場に入ってったんですよ、ノーウィンカーで。で、あらあらと思って、まあ譲ってくれたんだと思ってね、こうパッと見たら、その軽トラのフロントガラスがね、バリバリに凍ってました。で、もう、車内から、ま、前方が全然見えん状態で、もうバリバリよ。まあ、バリバリっていうか、まあ、霜かな？うん、あれでもとにかく前が見えん状態で、だからこう窓を開けてね、こう腕を出して、だからこんな感じよ。ちょっと実践しようか？こう窓開けて、こんな感じで走りよったんよ。で、おそらく多分こうやってね、こう顔を出しながらね、こう前を見ながら走ったんですよ、こうやって。そう、その軽トラの人はね、前がこう普通に運転しとったら見えんけ、窓から顔を出してこうやって前確認しながら走るってね、危ない軽トラと思ってね。ほんとね、まあ、気持ちわからんでもないけど、でもちゃんとね、運転する前に霜を落とすなりなんなりしてからね、ちゃんと走らにゃ危ないっすよ、ほんま。俺もこの会社入ってから、まだ、最初の冬よ、最初の冬。もうそれまでね、あまり経験なかったんですよ。霜が降りた状態から走るっていう。ね、で、うちの会社、暖気ができないんで、エンジンかけたらすぐスタートせんといけんのでね。だからこう、霜取るじゃないですか。で、最初の頃は俺、わからんけ、水かけよったんですよね、水を。水をかけたり、で、もうちょっと偉くなったらお湯をかけたりしよったんですけど、結局ね、また走り出したら、車内がまだ寒いんで、結局走り出したらその風でね、またその水とか、お湯がね、固まってしまうんですよね。
で、結局また見えんくなって、もうそれでもうワイパー全開にして、で、ウォッシャー液ももうビンビンでね、やるんですけど、またそのウォッシャー液がまた固まってからね、でも前が見えんくなってね、そういう経験はありますけど、だからしっかりこそいでね、ちゃんと拭き取ってから、本当はやっぱり暖気してから、車内もちょっと温めてから走った方がいいんだとは思うんですけどね。まあそういったね、今朝はね、ちょっと危ない、ふらつく軽トラを見かけました。はい。ね、よかった。あまりふらつかずにトークできたな。はい、9時5分、現場出ました。早いでしょ。現場ね、段取りが変更になって、手積みが、コンテナ設置に変わりました。はい、まだなんか明日も明後日も続くみたいで、今持って行った箱に、まあ、ゆっくり積むけ、今日は箱を置いて帰ってくれって言われました。職人さんに。現場監督は、なんか、積んでから持って帰ってほしいみたいだったんですけど、もうなんか、下請けの職人さんがもう押し切ってからね、下請けさんの意見が通りました。で、コンテナを置いて帰るという形になりました。はい。で、今から広島駅の方へ引き上げに向かいます。はい、時刻12時42分です。今ね、温度の方に手積みに来てました。今ここは、こっちが温度大橋ね。で、正面に見えるのが第二温度大橋です。さっきね、ここ来るときね、シーパセオっていうめっちゃね、かっこいい大きなね、多分、旅客船っていうのかな、大きいのがね、走ってました、船が。走るっていうのかな。はい。はい、じゃあ今日はここでもう飯食ってからすぐまた出発してドバに向けて帰ります。今自販機でね、これ可愛いのがあって、これうまそうでしょ。ピアグルトプレーン、美味しそう。はい、よいしょ。今日もね、昨日の夜ご飯の残り物持ってきました。もも肉をね、片栗粉ついて揚げ焼きみたいにしたやつね。いただきます。ニンニクのいい香りがする。うん。あ、ここね、ぐるぐるなっとるでしょ。
やっぱ上りと下りでね、大型同士が来たら、やっぱ手前で止まってからね、ちょうどカーブのとこで、スライド専用に今譲り合いっこしてましたね、大型の運転手さんが。ね、ああいうところもやっぱね、気遣いながら運転せなきゃいけんのよね、大型トラックって。上手だね、やっぱり。今バスがね、桂浜温泉っていう目的地掲げて走ってましたけど、まだあるんですね、この温泉ね。あっこの前がキャンプ場だったでしょ。今もキャンプしとんかわからんけど、あっこへね、家族で何回か行ったことがあります。 2,3 回行ったことがありますね、俺が子供の頃ね。行ってみようかな、桂浜温泉、桂ヶ浜、うまかった。大概箸ケース買おうかな俺。いつもこうやってティッシュ巻いて帰るんだけど。まあこんなもんよ。へえ、疲れた。あの例の狭い現場でした、温度は。なかったほんま。でももうね、実はこれ3回目なんですよ、初っ端行って。でつい先々週ぐらいにも行って、でなぜか2連続で今日また当たってしまって、もう合計3回目なんでね、もう免疫ついとるんで、もうヘトもないですわ。ああ、よし、じゃあこれピアグルト、のみのみ安全運転でロバに向けて帰りたいと思います。はい、ピュアな気持ちでね、運転したいと思います。うまい、酪農マザーズ、うまい。サッカー負けたね。